白山一魚は、金宝外科一輪草属の多年草。種小名のナルシシフローラは、水仙ナルキスソスのような花という意味である。高山植物の代表種で、中部地方以北から、東北地方の亜鉱山帯から鉱山帯の湿った草原に生育する。夏季は6から8月で、しばしば、絶景が溶けた後に群生が見られる。白色の花びらに見えるのは、 学編で子からの名前ある。学編が緑色に変わった個体は、緑白山一芸フビリディスと呼ばれる。日本各地に禁煙種や変種があり、東北地方以北には、江戸の白山一芸、四国の鉱山には、四国一芸が分布する。田中澄江が、花の百名山の著書で、フラノ岳を代表する高山植物の一つとして、江戸の白山一芸を紹介した。また、新、 花の百名山で浅間高原を代表する高山植物として白山一毛と姫子山などを紹介した。江戸の白山一毛は北海道から東北地方北部の鉱山帯に分布する高山植物。夏季は6から8月、高さ15から40センチメートル。白山一毛との違いは葉の幅が広く先端が尖らないこと、花の柄が短いことである。 エゾの白山一毛四国一芸は四国山地の高所の岩場に分布する高山植物。夏季は6から8月。白山一毛の果樹は3型だが四国一芸は副産型となる点が異なる。レッドデータブックの絶滅危惧 I B ビに指定されている。ありがとうございます。